おう、梅さんか。いやーもう旦那、もう元気でやって、本当に。あだあ、もう、いやもうね、寒いの寒くないのってね、ピシンだ、いや、医者だ。どうでした、娘さんの結婚式。それか、もうね、盛大中かなんちゅうか。旦那、ちょ、聞いてよ、最近の披露宴ちゅうものはすごいね。新郎新婦がゴンドラに乗って登場だ。ああ、ゴンドラ。あ、そうそうそう、そのずんどこずんどこ。それもどういう仕掛けになってんだかわかんねんだけど、青やら赤やらのスペシウムリーム光線が飛び交ってこう、バーッ。レーザービーム。ああ、そうそうそう。場内のあちこちからね、サンマ焼いたような煙が吹き出して、それはもう見事なもんだ。ああ、田舎から出てきたばあちゃんなんだね。戦時中思い出しまって。みんなテーブルの下に隠れるしますよ。そうですかい。うん。私も乗ってみたいな、ゴンドラ。いやね、もうね、上ばっかり見てるもんでね、首は凝るわ、鼻水は垂れるわでね、なんかもう若い分かんなくなっちゃう、疲れちゃうんだよ。これが本当の披露宴。おお、これはまこちゃんに2、3本よかったら12本ぐらい抜いてくれるかな。いやね、ほんとに。ところで旦那ね、なんかこう体の芯から温まるもんをね、うんうん、適当に見繕っておくれでないかい？えい？お、こりゃまたどうして、お、なかなか粋なお方がいらっしゃる。え、あ、もしかしてあなたですか？元キューティーキャット歌劇団の花形スターだったって人。あ、いや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 、嬉しいね、どうも、こんなところで会えると。あ、そうだ、サインなんぞいただけませんかね。梅さん、それ玉ですよ。いいね、うちの神さんが昔からあなたの大ファンでしてね、今朝もね、あなたの、え、マスター、今何と言いました？だから猫だってば。ギャーギャー。いやでしょでしょ、ね、ねそうだと思ったんでやんすよね。もうね、足もね、そうじゃねえかと思ったんですけどね、鼻からね、いやいやいや、もうね、参ったね、どうも。いやいや、お、母さん、なんかいい匂いがしてきやんしたね、参ったね、どうもね、これで、ね、え、お、何を作る、わー、ちょ、言わないで、あ、言わないで、言わないで、言わないで、あ、皆まで言うな、お、足が当ててみせやしょう。まるで17、8の娘がしなだれかかってきそうな、この何とも言えない甘ったるい香り。ああ、そうだ、わかった、タチウオのチョコレートあんかけでやんしょ。ああ、どう、間違うとは言わせやでやん、まさ、いやー、こりゃー、え、お、いや、いや、違う違う違う、チョコレートあんかけじゃねえ。おとすると、うん、あれだ、地中海風車エビのじゃねえんだよ、じゃねえ、いやいやいや、そんなわけじゃねえんだよ、うん、この香りはね、また食べリゾットとなんかじゃありゃしねえんだよ。煮物だ、煮物だ。ああ、それもね、ちょっと高級な魚の、わかった、ちょうちんあんこのじゃなくてね、わかったよ、そう、タイの唐揚げだ。ああ、そうだよ、あっしもね、そうじゃねえかとこの店に入る前から思ってたんだ。だったら言えよ。こんな月夜の晩にゃタイが食いたいとね。じゃあ早速いただきましょうね。うん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 、この味、この香り、うん、お、ほっぺがポロンって、あ、怒ってまったよ、おい、どこ行った、あ、あったあったあった、お、あ、しゃ、あ、お、実にこの、なんでやんすね、これ、お、前にます、これ、うん、この柔らかさ、たまりませんな、これ、うん、おや、これはタイ小餅にやんすね、うん、これが本当のタイ小餅、なー、それが、いや、うまかった、牛負けた、テラマンドや、え、お、食った食った、甘さを感じよう、お、お、あれ、お、あ、あ、あ、ないね。うん、あ、財布がありませんよ。参ったね、どうも。うん、あ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 ったあった、ありやしたよね。よいしょ。1銭、2銭。なんてね、うん、お、よし、マスター、お、ごっさん、うん、釣り上げられよ。あ、だだだだだだ、あ、失礼いたしました。うん、じゃあまたね、うん、いいパターン。サバの竜田揚げなんだが、まあ、いいか。まあ、いいか。あ、ねえ、これ、結婚式の引き出物だ。ああ、しょうがねえな。マコ、届けてやんな。はーい。梅原